移動も多いし、身軽な服装を選んで正解だったな。うん、ねえボス、そういえばちょっと痩せた？体を動かすようになって多少引き締まったかもな。これで平気だと思うんだけど。アガーテ姉さん、薬持ってきたよ。ありがとう。これが報酬だ。島への偵察分上乗せしてある。そんないいのに。仕事にはそれに応じた対価が支払われるべきだ。タオの分も入ってる。後で分けてやって。驚いたな、地震か。あんた空剣島は初めてかい？確かに久しぶりだが、ここじゃ珍しくもないぜ。地震？なんで？今の空剣島にそんなことあるわけ？おいおい、驚きすぎだろ。ライザ？一体どうしたんだ？遅いぞ、ライザ。地震なんて一体どういうこと？最近また起きてたの？私たちが直して以来、今のが初めてよ。話すより、まず島の心臓に行こう。浮上装置が？タオ！分かってる！タオ、まだか？ちょっと待って、今見てる。干渉を受ける異常物体。やっぱりそうか。大体分かったよ。簡単に言えば、浮上装置がより大きな力に押されて不安定になってる。より大きな力、それってもしかしてというまでもないな。あの軍刀か。やっぱり錬金術に関係するものだったんだ。本格的に調べなきゃ。でもそのためには。ライザ、どこに？バレンツ商会に行ってくる。バレンツ商会って、あ、こいつはますます騒がしくなりそうだな。いらっしゃいませ、ライザリン・シュタウト様。お嬢様へのお手紙ならちょうど北への便が。そうじゃなくて、お願いします。何でございましょう？例のあれ、あれです。前からクラウディアが用意してくれてた。クラウディアお嬢様の、もしかして緊急連絡用の早馬のことでしょうか？そう、その速い馬。お手紙はお持ちでしょうか？あ、ちょっと待ってください。はい、確かに受けたまわりました。あいつらに連絡したのか？うん、急いでたから一言しか書かなかったけど。大丈夫、きっと理解してくれるよ。返事を待っている間は。そうだ、他にも島の出現で困っている人がいるかもしれない。タオとボースにも協力してもらって、手伝えるものは手伝っていこう。
何かやらないといけないことがあったような気がするんだけど。メモとか残してないのか？私がそんなに几帳面に見える？さあさあ、集めちゃいましょうね。おお、ライザ、いいところへ。コロ、こんにちは。腰の具合はどうです？例の島騒ぎで駆け回らされてまた悪くなったわい。島の出現で周辺の魔物も動揺しておるようでの、あちこちから被害報告が上がってきておるのじゃ。それなら俺たちでも引き受けるか？うん、全部は無理かもだけど、少しなら手伝えるよ。本当か？それなら対岸にたむろしている魔物の掃討を頼む。よし、任された。早速行ってみようか。ああ、うん。対岸にも魔物が集まってるみたい。どうやら魔物も異変を察知しているみたいだな。僕らより敏感なのかもしれないね。忙しそうだね。ライザか。まあ仕方のないことだ。これだけの非常事態だからな。何、アガテ姉さん。例の島ではすまなかったな。守り手と言いながらお前たちの足を引っ張るばかりで。あれはしょうがないよ、初めての場所だったんだから。それでも守り手の中には気にするものが多くてな。私もその一人だ。アガテ姉さんは十分強いのに。褒めてくれて嬉しいが、私以外の連中もできれば腕前の底上げをしたい。そこで普通より丈夫な武器を用意してほしい。訓練に使いたいんだ。なるほど、そういうことなら喜んで引き受けましょう。さて、どんな武器を作ろうかな。よし、こんな感じでやってみよう。さて、武器の素材はあったかな。
なければ対岸まで取りに行こう。何作ろうかな。作ろうかな。これで準備できた。アガーテ姉さんのところに持っていこう。ご注文の品。思ったより立派なものを作ってくれたな。ありがとう。これが報酬だ。毎度あり。結構切れるから気をつけてね。ああ、これをしっかり扱える程度には鍛えるよ。やあ、ライザー。見てたよ。守り手の武器まで任されるようになったんだ。今日のはたまたまだけどね。やっぱりみんなあの島のことで緊張してるみたい。ねえライザ、あの島ってやっぱり。うん、錬金術に関連する何かだと思う。そうだよね。もしかして遺跡とかも眠ってるのかな。みんなが来る前に一人で探索に行ったらダメだよ。島を動かす錬金術なんて危ないに決まってるんだから。分かってる。ちゃんと我慢してるよ。我慢するほどには行きたいのね。ボースと戦うなんてちょっと不思議かも。ライザの錬金術期待してるぜ。よくやった。これでおしまい。せ、見切れるか。わ、スキアリ。くらえ。熱いのをあげる。行くぞ。くらえ。貴様を切る。終わらせる。わ、それ。せ、これでおしまい。くらえ。一気倒すな。見切れるか。一気に行く。くらえ。みんな、大丈夫だった？
敵のお出ましだ。気をつけろ。ボス、一緒に戦おう。やってやろうぜ。最後だ。にゃ、最後だ。これでおしまい。最後だ。寝ちゃいなさい。行ってて。はっ、くらえ。貴様を切る。これでおしまい。にゃ、くらえ。あいつ、今なら攻撃が通りそうだよ。やるじゃん、タオ。連続。いくぞ。せい、2投で決める。くらえ。そりゃ、いざ。はっ、切る。せい、貴様を切る。いけ。あたしたちの勝ちだね。まだまだ強くなれそうね。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。強くなれたみたいだ。よし、魔物は倒せたね。ああ、古老に報告するか。この天気なら冒険もしやすいね。倒してきたよ。早いな、さすが錬金術師。感謝する。これは謝礼だ。毎度ありがとうございます。他に何かあればまたどうぞ。頼りにしている。それではな。頼りにしているか。ずいぶん昔と印象が変わったな、錬金術師さんよ。誰かさんがいない間も地道に実績を積み上げてきましたからね。確かに古老を見かけたら逃げ出していた悪ガキが大した成長ぶりだ。ほんと素直に褒めないんだから。大体あんただって一緒に逃げてた悪ガキの一人じゃない。そうだったかな。そっちはよく覚えてない。嘘つきなさいよ。もう俺の嫌がらせが尾を引いてないか心配だったんだが、本当に大丈夫そうだな。ひとまずこれくらいかな。今日のところは一旦帰ろう。おかえり、ライザー。ただいま。こっちの方はどう？ああ、こっちはいつも通りだよ。突然島が現れたとはいえ、仕事が消えてなくなったりはしないからね。そっか、それならよかった。そしたら他の人の様子を。思い出した。ライザ、一つ頼みたいことがあるんだった。この前の地震で農具が壊れてしまってね。それくらいならいくらでも直せると思うよ。なんなら変形して多機能化とかやってみる？余計なことはせずに修理だけ頼むよ。はーい。なら軽くて頑丈くらいにしますか。ひとっ走りアトリエに戻って。お母さん、どうかした？え？いや、なんでもないよ。そう？ならいいけど。それじゃあ行ってくるね。
お待ちどうさま。軽くて丈夫な錬金術師ライザリン・シュタウト製です。ああ、ありがとね。ライザ、クラウディアさんから手紙が届いていたよ。机の上に置いてある。え、本当？もうすぐ、あと数日でクラウディアが来るんだ。それじゃあ、私は農具をしまってくるよ。お父さん、やっぱりお母さんの様子変じゃない？そうだね、言っておこうか。と言っても別に悪いことじゃない、ごく普通の気持ちだけれど。どういうこと？例の島の騒ぎがあっただろ。あれ以来お前がまたどこかに行ってしまうんじゃないか。母さんはそれを不安に思っているんだよ。え？別にそんな予定はないけど。どこかというのは場所のことだけでもないのさ。ん？お母さんは何を心配してるんだろう。わかんないな。ひとまず今日のところは休もうかな。とりあえず一休みだね。どれくらい休んでいこうかな。よし。今日は、あ、そうだ、あらかじめ群島の様子を見ておこうかな。お、ライザー、頼みたいことがあったんだ。あ、ん？待って、こっちにも手伝ってほしいことが。で困ってるみたい。ちょっと待って、順番に聞くから。さばいてもさばいても依頼が飛んできてたけど、これで一段落したかな。連日走り回った甲斐があったな。本当だよ、まったく。ライザー、もうすぐ船が着くって。クラウディアも乗ってるみたいだよ。待ちわびたよ、その言葉。レンとも同じ船に乗ってるってさ。紹介捨てに合流できたって。さすがクラウディア、港で待てばいいよね。 おい、まったく気の早いやつだ。
人とも急いで。おいおい。と言いつつ、ボスも楽しみなんでしょ？うるさい。ほら港だ。行くぞ。大丈夫？ルベルタさんとはうまくやってる？商売は順調？うん、全部全部いい感じだよ。よう。や。ああ。男どもはなんでカッコつけるかな。本当はすっごく嬉しいくせに。俺たちは数ヶ月前までオートで一緒だったんだよ。今さら喜んだりするかっての。久しぶり、ライザ。今度はいい感じの再会だね。それを言うなよ。で、俺たちを呼んだってことはかなりヤバいんだよな。まあな、正直なところかなりで済めばいい方だ。側便には手紙には書けないってあったから、錬金術の関係？そういうこと。一応解決の手がかりもあるというか、すぐそこに浮かんではいるんだけど。二人はもう見た？少しだけ船を回してもらって遠くから見たよ。たく、ガキの頃から見慣れた景色にあんなもんぶっ込みやがったのはどこのドイツだよ。とりあえず島の現状を伝えないと。島の中枢を見てもらうのが早いかな。それじゃあ中枢に向かおう。来てもらってすぐにごめんね。ううん、私も気になるしすぐに向かおう。積もる話もあるが一旦後回しだな。なんだこりゃ。どうなってんだよ一体。状態は安定してるの？一応は。でも向こうの島が時折変な力を放つせいで空間島にも地震が起きたりで調整が大変だよ。本当タオがこっちにいてくれて助かったよ。もし私だけだったらめちゃくちゃになってたかも。夏季休暇様々だな。今度みたいな干渉はうちの蔵書にも載ってなくてさ、制御装置の方で調整の操作法を洗い直してるところ。あれ、変な力の干渉って、もしかしていきなり現れた島も空間島と同じ？うん、人工的に作られた島かもしれない。それを調べるために精鋭に集まってもらったってわけ。なるほどな。お目が高いぜ錬金術師さんよ。
久々の本格的な冒険ってわけだ。まずはお前たち4人でな。なんだ、今さら遠慮するってのか。そうだよ、せっかく一緒に。そういう話じゃない。父さんが先の偵察で戦闘があったと聞いてから俺が同行するのに強く反対してるんだ。ああ、そういえばあの時はモリッツさんに内緒で偵察隊の船に乗り込んできちゃったんだっけ。その勇み足の罰だ、甘んじて受けるさ。それにせっかく揃った4人の冒険を邪魔しちゃ悪いしな。ひん、柄にもない気遣いしやがって。でもまあそういうことなら。お言葉に甘えさせてもらおうかな。4人で冒険か、ワクワクするね。うん、なんだか始まった気がする。こっちはいつでもいいからよ、準備ができたら向かおうぜ。よし、それじゃあまずは私たち4人であの島まで冒険に出発しよう。すげえ田舎ばっか旅してたせいかな、空剣島はまだマシに見えるぜ。